大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ今回は小橋健太復活20番勝負ということで、前回行いました日本人最強レスラー決定戦 J シリーズも無事に終わりました。そしてミスターポーゴが優勝しましたが、ジャイアントババへのタイトルまでは手が届かなかったということで、3ヶ月4ヶ月弱ぐらいかけて、行ってきた、企画なんですけども、その中でまあ様々なドラマが生まれたんですけども、その中のアンハッピーなドラマの一つとして小橋健太のあまりにも弱さ加減に、これはちょっといかん、これはまずいということになりまして、まあ恒例となりました特訓を行いました。で、その特訓を皆さんにもちょっと見ていただきながら、進めておったんですけども、まあその特訓の成果を見せる場を、さあどうするかということになったんですけども、これについてはもう事前に発表させていただいた通り、その日本人最強レスラー決定戦 J シリーズで負けた、小橋健太が負けた。小橋健太に、土をつけた20名のレスラーをもう一度呼び出して、一人ずつボコボコにしてやろうという企画でございます。で、こういう表を、ランキング表じゃないや、リーグ表を作りました。安城、橋本、食いしん坊とずーっと並んでいって、ポーゴまで、21番のポーゴまで並べております。で、これ、冊子の言い方はお分かりいただけると思いますが、点数順ですね。前回行われた J シリーズの点数順で、安城が一番低くて、ミスターポーゴが一番高得点だったということで、強い方に向かって一人ずつ倒していくということですね。まるでこう、ブルース・リーの、なんとかの塔、死亡、なんでしたっけ、なんかそんなありましたね。塔の上の方に強い奴が待ってラスボスを倒していくというようなストーリー。さあ果たして小橋健太はこの20番勝負勝ち越すこと、いや全勝できるのか、果たしてやはり負けてしまうのか、さあどうなりますかということで、今回が第1回目小橋健太 VS 安城陽次の試合からいきましょう。あとは試合しながら話します。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。というわけで、前回のねシリーズをご覧いただいている方は大体何のこっちゃ分かっていただいたと思いますけども、まあまああれぐらいの説明でなんとかね、ご理解いただけたら。ただその小橋健太の復活に関しては、あんまり皆さんこう主張されていないような、気がするので、そういう動画をちょっと作ってたんですけどね、なぜじゃあこのオレンジタイツになったか、ヒゲが生えてるのかっていう話を回しておくと、まあ小橋健太を、まあ特訓する、もうちょっと強くしようじゃないかということで、そのエディットしてる内容を皆さんに、お見せいただいた、見ていただいたというような中で、オレンジタイツ時代の小橋と、黒いタイツ時代の小橋と、まあまあ、前日時代とノア時代というようなことなんですかね、というようなことになって、その時代時代で使ってた技がちょっと違う、ということでオレンジのタイツは黒の小橋はとか、オレンジ時代の小橋はみたいな話になったという経緯がまずあります。でオレンジクラッシュっていう技が、あって、まあ、これをどう扱うかみたいな問題がちょっとまあ問題というか意見が分かれたみたいなところがあったんですけども、まああえて、オレンジも黒も両方時代で使ってたハイブリッド型にするというのはこの各ファイプロ団体 WMW の基本方針なので、それを踏まえたらまあ別に両方使っていいんじゃないかということで落ち着くんですけども、まあそういう話の流れから、オレンジタイツがこれ今回の20番勝負で勝ち越したら黒タイツにちゃんと戻れる、まあ前に進めるというような意味、そしてこのヒゲはオレンジタイツ時代に確かベイダーに、勝つまでヒゲを剃りませんみたいな、実際にリアルであったのを、まあ、オマージュというか、やり方を踏襲させていただいてヒゲをわざと生やしております。
なので今回20番勝負、11勝、おお、いきなりそのオレンジクラッシュが出た。かなり出にくいカウント2ですけども、これは幸先がいいですね。11勝以上で、まあ、勝ち越しとして、勝ち越せばオレンジタイツから黒タイツに戻る。これはもう私の好みです、はっきり言うと。黒タイツの小橋が私は好きだったんでね。だから J シリーズでも黒タイツだったんですけども、まあ、それを、初心に変えるというつもりでオレンジタイツにしてる。そしてヒゲを生やしてるということですね。このヒゲもかなり伸びてるということで、この黒を表してみていますが、これがヒゲを剃っていつもの黒タイツの小橋に戻れるかというテーマが今回あります。で、まあね、可能性はその低いんですけども、もし負け越した場合、ヒゲを剃るどころかさらに増毛しようかなと、胸毛生やしたりとかね、腕に腕毛とか、いうようなことを、まあ、ちょっと考えていますが、まあそんなねマイナスなことは考えるべきではない。逆にですよ、逆に今回この企画、勝手に私が決めて、まあオーナーだから別にいいんですけどね、勝手に決めさせていただきましたが、もし20勝全勝したら、まあ、勝ち越しはもうこれが当たり前です。勝ち越して当たり前です。もし20勝を全勝したら、大事なことなので何回も言ってますが、20勝全勝したらミスターポーゴよりも上ということ。最後のラスボスは今回のシリーズミスターポーゴがラスボスですから、このミスターポーゴまで全て勝ってたどり着くことができたら、ジャイアントババにのベルト、まあまあジャイアントババにでいいかな、タイトルでいいかな、その時点でね、どうなってるか分かりませんけども、まあまあIBO のベルトに挑戦するというストーリーもちょっと考えたりしております。まあね、20勝全勝はちょっと難しいかもしれないけど、まあでも上を目指して悪いことはないですので、いきたいと思います。まあどっちにしろ途中で、まあ、負けるようなことがあったとしても、最後までやりたいと思いますので、というところで、いやーカウントリーテイク、よしよしいいぞ、そこまでねいきたいと思います。で、今回はどうしようかなと思ったんですけども、単発企画として20回の動画に分けて、いきたいと思います。だから1試合なんですごい短い、動画になるかもしれませんが、まあそれはそれでよしと。でその代わりサムネ画面をね、ちゃんと誰と誰っていう風に、しょぼい画面ですが、センスもない画面、サムネ画面ですができるので、まあそれはそれでよしとしようかなということで、まあ他の企画も走りながらということになるんでね。さあ、というわけなんで今回はね、もうあんまり余談をこういうことは喋りますけども、とにかく小橋を押していくという今回は企画でいきましょう。さあどうだ。ただねこれね、先にちょっと攻めてるのが怖いんですよね。まあ安城はクリティカル、まあこれは総じて20戦全部ですけども、クリティカルが発生したらいくら鉄人小橋でも、いくらエディットをして復活したとえも、一発で崩される可能性はありますので、もうこれは運頼みですよね。あともう一つは安城の関節技、これがどこまで小橋を苦しめるか。この対戦カードについては、小橋の復活したパワーと安城の関節技に尽きると思います。先に攻めた小橋の方が不利になるのはファイプロあるあるですね。最初調子いいぞと申しといて、後でひっくり返すのがプロレスというセオリーもありますので、それに乗っかってしまってたらまずいけども、どうだ今のところまだ大丈夫ですかね。で今回その小橋健太をエディット特訓、エディットし直しで特訓するというテーマでかなりタフネスにしましたので、シングルマッチでも下手したら平気で20分を超える試合というのは出てくると思います。お、どうだ、これで捉えたが、さあギブアップも迫る。ただ安城もそう簡単には、さあどうだこれで、うわー、いや安城がこういうテクニックで攻めてこられると小橋はきつい。ただ大技が今のところ出てない。
バーニングハンマーはね、かなり、危ねえ。さあどうだ、バックを取って、よし、スリーパースープレックス。ただこれはね、スタミナ切れを起こしやすいんで、なかなかカバーに行けない。そして安城が攻めた足がだいぶ効いてるのか、小橋の足がかなり遅くなってるぞ。大丈夫か、おい、初戦からいきなり大ピンチか。いや大丈夫、信じろ。さあ垂直落下、あー、リアルブレインバスターですねこれはね。さあカバーに行け、カバーに行け、早く、あかんって、小橋、さあ足がかなりもつれてきた、やばいぞこれは。弱点である足を完全に捉えられたか、まずい。いやまだでもゴロゴロしてないから、遅くなったためだけ、大丈夫大丈夫。足が痛いけど、組んでしまえばこっちのもの。いやしかし握られない。そしてあの走ることができなくなって、ラリアットが打てないかもしれない。剛腕ラリアットを殺されたか。さあ腕に今度は攻めてくるが、うーん、どうだ安城、そこまでできるならもうちょっと頑張っとけよっていう感じ。さあ呼吸を整えてスタミナを回復して、一発大きいのが、よし取れた、大丈夫大丈夫。頭づかみラリアット、もしくは剛腕ラリアットあたりが出ればというところかな。バックを、あーこれあいかいかい、ブレイクになる、よし大丈夫大丈夫。さあ初戦からいきなり大苦戦なのか。まあね、今回20人さまざまなタイプがいるので、それに全て勝てるかどうかという自信はないですけども、いやないって言ったらダメ、ある。それも踏まえてやってきたはずですけども、大丈夫か、小橋返せよ。ちょっと全然ペースを握れ、あーどうだ、頑張れ小橋、まだ耐えれる、大丈夫大丈夫、20分ぐらいまでは戦えるはず、そう簡単にギブアップはしないはず。よしラリアットで、これはブレイクになるけども、今のできっかけをつかんだ、よしミドルキックでも倒れない。さあチョップ、これもいいぞ、けさ切りからの、さあ走るか、走って間に合うのか、間に合うのか、間に合った、よしどうだ、タイガーハットリーのカウント早いぞ、いやーカウント2。さあ20分経過、明らかに小橋の方がやられてるような気がしますが、どうなんだ、大丈夫か、くー、こんな苦戦するとは。一番20人の中で弱い、下手したらドラクエで言ったらスライム的存在の安城にここまで苦戦する。いやどうだ、これでテキサスクローバーホールド、いやー決まらない、くー、腕力は強いはず。さあ小橋が立てない、大丈夫か、バックの取り返し、よしハーフネルソンスープレックスか。さあこれでどうだ、フラフラになってるが小橋もスタミナ切れ、うーんこれは安城の方がうまい。フロントヘッドロックからのアキレス腱、裏アキレス、まだ耐える、まだ耐える、あー怖えよ、ドキドキするよ。いきなりこの企画こけてしまうのか、うーん初戦で負けるのだけはやめてくれ、頼む頼む頼む、何のためにあれだけ特訓をしてきたんだ、時間をかけて皆さんの視聴者の、あーまずい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 、視聴者の時間と労力もお前の背中にはかかってるんだよ小橋、いやーまずい、ここまでボコボコにされてもまだまだ大丈夫、よしブレイク、いやー、あー足ゴロゴロした、まずい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 、ちょっとまずいよこれは。アンジョタこれって耐える、まだ耐える、気力で耐える、これこそが小橋かもしれない。さあローリング、けさ切りチョップからどうする、バックを取る、間に合った、あー取り返した、いかん、こんなはずではなかったぞ、まずいまずい、テストプレーでこんな試合は見たことない、いやまずい、ロープ届くのか、届くのか、ロープに手が届くのか、なんとか耐えてる、よしよし、まだできる、よし手先でチョップ、さあどうする、どうにもできないぞ、走ることもできなくなってきた、あーかんてたから、そこは安城の野郎絶対ぶっ殺してやる、
よし決まった。どうだ、これでカバーに行かない。いやもう一発いっか。どうだ、あーカバーに行けない。あさあ25分超えてる。いやそれでも耐える。くー力が入る。うわーカン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 、キックラッシュからカバーに行く。いや大丈夫、ここはこの位置は大丈夫なはず。よし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 、試合時間はね30分一本勝負にしてます。さあリアルブレインバスターが決まったぞ。走るのか、それでも走るのか。足が遅い、足が、ああ当たらないよ。さあチョップでもうボロボロです。これはどうだ、もうちょっと言葉がなくなってきた。安城はまだ余裕。さあバックを取られるとまずいぞ。ジャーマンで投げ捨てられるからカバーに行く。小橋返せるのか、返せよ。よし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 、まあこれここまで負けないっていうのも恐る、もう満身創痍ですよ。腕もかなりやられてる。あラリアット返される。ジャーマンで時間切れ引き分け、それもちょっと待って。よし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 、さあ残り2分、残り2分、ボディスラム、テキサスクローバーホールドがある。いやー起こす、走るか。いやーチョップ。さあ残り2分を切ってますがどうだ、これはブレイクになる。よしやったよかったこんなはずじゃなかったけどよかった試合時間28分31秒、テキサスクローバーホールドで小橋健太が安城洋次からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 98%。 あーよかった。はい、というわけでいきなり第1試合から大熱戦となりましたが、こんなんで、残り19戦持つのでしょうか。そして私の実況も耐えれるのでしょうか。一応毎日やっていきますのでよかったらお願いします。次戦は小橋健太対橋本真也ということで、こうご期待。ではまた。